平岩外資8月31日から2007年5月22日は愛知県常名市出身の財界人、経営者。東京電力会長、第7代日本経済団体連合会会長12月21日から1994年5月27日。1987年に名誉大英帝国勲章、久部塾君。1997年。 レジオンドヌール君小寿君。2006年秋の寿君にて、東華大受賞を受賞。6歳で父親を亡くし、母親に育てられる。愛知七中入学宿に、母親から夏目創石全集を送られる。一族から、大学進学を反対されるが、母親が反対を押し切り、旧世代八高等学校を経て、東京帝国大学法学部法律学科へと、 進学させた。1939年に大学を卒業。文学青年であり、ひどく大きな会社で、これなら倒産の心配もなく、安心して小説が読めると思い、東京伝統に入社した。入社試験を受けるまで何をしている会社か知らず、関心もなかったという。1941年太平洋戦争で陸軍に召集される。 配属されたニューギニア戦線でジャングルを配送し、飢えと熱病のため、平岩のいた体たは107名中、最後には生存者7名という地獄の体験をする。この体験は、平岩に人生を達観させる契機となった。終戦後会社に戻り、そこで、木、川田和孝の目に留まり、平岩は、木、川田を、経営についても人生についても、終生の死と尊敬するようになる。 1971年常務、1974年副社長を経て、1976年10月、東京電力社長に就任する。1984年6月社長を退き、会長に就任した。1993年に相談役に就く。1977年以降、電気事業連合会会長。 国家公安委員会委員、経済審議会会長、産業構造審議会会長、区内庁参与に起用、なお参与は2006年5月まで務め、天皇、皇后の助言役を務めた。在会活動では、1978年に、経団連副会長に就任した。早くから、将来の経団連会長と職望されていたが、1986年の、 経団連会長人事の際、新日本製鉄社長の斉藤栄志郎に会長の座を譲った形となり、無欲さを称賛された反面、財界には平岩人気から一部に不満が残った。1990年経団連会長に就任した。就任早々、証券金融スキャンダルを受けて経団連、企業行動検証を制定し、企業モラルの確立を図った。また、 バブル経済崩壊後の景気低迷を受けて、対日直接投資拡大、輸入促進並びに輸入関連規制緩和のための緊急提言を行ったり、アジア隣人会議を開催して、アジア経済の一体化、投資促進などを各国の経済界代表と共に話し合った。1992年の宮沢内閣の時に、法銀の不良再建処理のための公的資金投入に、 経団連会長として、そんなことは考えることもできませんと反対している。1993年には細川内閣で、規制改革を議論する経済改革研究会の座長に就任。11月には、通称、平岩リポートと言われる規制改革推進の報告書を公表する。1994年5月27日に会長職を退任し、名誉会長に、 2002年9月には、東京電力原発トラブル隠し事件の影響も、あって、一旦退いたが、2006年4月に復帰した。2007年5月22日午前10時56分、心不全のため、東京都内の病院で死去した。92歳ボーツ、ノブ、12位。在海随一の読書家でもあった。保有していた約4万2000冊の書籍は、没後に、 東京電力に寄贈され、東京電力総合研修センター内に寄贈書籍を収蔵した平岩文庫が開設された。裁判年には城山三郎と共著で人生に二度読む本を出版した。出身地の常滑市から名誉市民の称号が送られている。ありがとうございます。